ということで、今から iMovie を使って、動画を編集する方法を、撮ってきます。ということで、まず、iMovie を起動します。これ Mac の人はね、絶対最初から入ってると思います。iMovie。最初の画面は、こんな感じかな。みんなこんな感じだっていうかな。これで、まずプロジェクトをしてもらってでその後に、新規作成ですね。でこのムービーというものを押してください。そうするとこういうふうになりますんで、まあ、ここから動画、編集したい動画を選択するわけなんですが、今はですね、この USB、この、今撮ったやつをね、今撮ったこの USB をここに入れてるんで、メディアを読み込むですね。で、そうすると、この USB に入ってるのがこう出てきます。今僕、他にね、撮ったやつなんですけど、今撮ったのはこれですね。これを選択。ここにこう入ってますね。入ってきました。これをこっちに持ってくると。そうすると、ね、今撮ったやつはこうなるわけですね。で、ここは、ああできたできた。でこれ iPhone ってあのムービー収録だったじゃないですか。画面収録じゃなくて。ムービー収録って、あの、音出す、音がないんですよね。音なかったですよね。でも音取ってない、取れてないですよ、これ。とりあえずね。これに、まあ今、音声を入れていきます。ちなみにこれ、こうやって、あの、ちっちゃかったらこうやって大きく。これが、なんていうんですかね。あの、これ一番ちっちゃく見てる時で、こうやってやると拡大してる。伸びてるわけじゃなくて、こうなんか双眼鏡っていうか、ね、なんかそういう顕微鏡みたいなので見てる感じですよ。中身を広げて見てる感じ。本来はこういうな、この長さ拡大してる感じですね。そうするとこうやって分かりやすくできるんで、ある程度拡大しないとこれじゃ編集できないじゃないですか、細かすぎて、ね、だからしているわけですね。これぐらい大きくしましょう。ということで今こういうふうになってるわけです。あ、音出てなかったですか？音声今ミスったんですよ。音声ありません。画面をこっちに移すということで収録できます。新規ムービー収録。例えばこうやってね、iPhone のこの辺から欲しいわけですよね。iPhone のミスったんですよ。これいらないですよね。そしたら iPhone のこの辺を失礼だ。音がなくなった。画面だからですね。でここで。iMovie だとこれどっちやるんだ。普通、ファイナルカットと B でできるんだけど。
ルールがないのか。あ、変なった。すいません、ちょっとカットカットのようなす。いつも使ってるやつだとね、この B を押すとね、切れるんですけどね。そうですね、アイムービーで。ああ、ありがとうございます。わかりました。フリップを分割でしたね。じゃあちょっとまた仕切り直してやりますけど。iPhone の、iPhone の、ここに合わせて、右クリック、フリップ分割ですね。で、こう外れたと。全部分かれましたね、こうやって。こうやって分かれました。うん、で、ここを普通にデリートで消せます。削除で。そうすると、iPhone のここから、ね、画面をパソコンに打つ方法ですね。まず、クイックタイムプレイヤーを起動して、うん、ちなみに、これ今回は普通にやらないですけど、ここにタイトルとかね、つけるんですよ。これ文字ですね。こういろいろあるんですけど、これよくあるね、こうつけてるやつですね。で例えばこれをドロップ、こうやってドロップしてくると、こうやってなるわけですね。でこれを、入手することができると。うん、じゃあね、これやると、ここの部分の、この、新規ムービー収録ですね。この文字が出ると。これ画面収録とオーディオ収録とムービー収録っていうのがあって、ムービー。こういう感じ。まあ、こんな感じで文字を入れていくと。ちなみにこの背景っていうのがあって、これはよくなんかね、
ありますよね。初めになんか、うん、オープニングムービーみたいなこれつけれます。なんかめっちゃフリーズしてる、うん、いやパソコンがめっちゃフリーズしてる。めっちゃ重いですよね、あれ。あ、できた、できた。これね。例えば、この古い地球儀。これを今ドロップしてくる。例えば、これの前に挿入しますね。そうすると、まあ、こういう。iPhone の始まる前にこういう。iPhone の入れることができると。で、これちょっと、短いんで、ちょっと長くしたりとかね。だいぶ遅い。長くしてると。まあ、こういう感じとかね。やってから、なんか始まりますみたいなのができると。で、ここ音ないから、例えばこれオーディオとかでやるわけですね。あれ？こっから、でもこっから、はい、ここにダメージバンドがあるから、自分で作ったやつにそこから引っ張ってほしい。そうです、そうです。作ったやつでもいいし、どこから引っ張ってきたやつでもいいし。これね、あ、そっか、iMovie はもともとないんだね。音が。既存の使えるやつが、例えばこれにしますね。今たまたまちょっと入ってたんで、あれちょっとドロップする、使えない的な。グレイ、なんかね、ドラッグできない。あ、できた。こうやってやるとここにこう入れられるわけですね。そうすると、マナスの愛を抱きしめて、あなたのときめきは恋の始まり。左なんか爽やかな感じの動画になりますまずクイックタイムプレイヤーを起動してファイルですね。で、この部分の新規ムービー収録ですね。画面収録とオーディオ収録とムービー収録っていうのがあって、ムービー収録だと画面が収録できます。やたらポップな動画になりますね。で、新規画面収録だと、ここね、このパソコンこういうのも結構ね、できますということですね。例えばこういうのね、ムービーオープニングムービー、こうオープニングムービー用みたいなやつがあるんで、こうやって使うとそれっぽい。iPhone のが結構こういうオープニングムービー用のやつとかもあるんで、これ短いやつが、うん、で今ここ切れてつなぐが、ここがなんかこうパッってなっちゃってちょっと変じゃないですか、うん、そういう時はこのトランジションってやつを使います。これは動画と動画の間に入れるやつ。例えば僕は大体こういうクロスディゾルブとか使うといつも使ってるんですけど、これをこの間に入れますと。そうすると滑らかになります。 iPhone の
画面を iPhone の、まあ、こういう感じです。これじゃない場合とかね、あとこの黒にこれとかも結構使ったりとか使ってますけど、iPhone の画面をパソコンに映すっていう感じですね。まあこういうのもよくありますけど、こういうの逆にね、なんか使うとチャッチくなるんで、ね、あんま使わないです。これだけで余計に動かす。iPhone の画面をあんまり、ね、チャッチくなるんで、これやめた方がいいです。どういう。ということで今回はこの辺をね、あの使いませんから音は入れませんので。で、今これを最後の方ね、なんかこれアンフォローしてる画面ばっかりだったんで、いらないですよ、ね。この辺からいらないかな。これこうやって、2131人なんかね、すごいですよ。ちゃんとバシバシ。はい、着ない。なんか前のフォロー管理よりなんかね、ちゃんとしてるというか、ちゃんとしてるというか、ちゃんとしてる。なんかね、すごいですよ、ね。ちゃんとバシバシバシ。大丈夫ですか、竹中さん。ちょっと、大丈夫です。まあ、この辺でね、いらないかなと、この後はね。ということで、この辺で一回切りますと。っていう感じで。で、ここだとこれで終わりだからなんかちょっと味気ないじゃないですか、動画ね。やべえ、これで終わりになっちゃったみたいな、閉めるの忘れたみたいな。そうすると、そしたら例えばこういう時にアフレコ録音っていうのがあるんですよね。これを使うと、この指定した場所から今喋ってる、これ今喋ってる僕の声を吹き込むことができるんです、オーディオとして。なんかちょっと今使ってみますね。じゃあここからやりますと。これ押しますね。はい、まあこんな感じでね、新しいこのフォローはアンフォローするね、アプリを紹介をしましたので、皆さんも、やってみてください。ありがとうございます。はい。でやるとね、これが。はい、まあこんな感じでね。で、今これ音楽が、音声が入っちゃってるんで、音声をゼロにすると、これ背景だけになるんですね。ここがいらないから、ここを短くします。はい、そうすると。大丈夫ですか、竹田さん。ちょっと、大丈夫ですか。はい、まあこんな感じでね、ちょっと音声は変ですね、新しいこのフォローはアンフォローする、ね、アプリを紹介をしましたので、皆さんも、やってみてください。ありがとうございます。ちょっとね、音声の質がね、違うんでちょっとおかしいですけど、まあ、こんな感じでやっていくわけですね。アンフォロー、新しい、はい、ということでこれを書き出します。これ完成しましたんで書き出します。
書き出し。あ、できました。すみません、すみません。これですね。これを押して、ファイルですね。ファイル。例えばこれを、保存先をね、こうやって決めまして。保存先を。決めますと。そしたら、書き出されてますと。ということですね。うん、まあ簡単でしたけど、こんな感じで動画を作っていきましょうということで、 iMovie で動画を作る方法、こちらで終わりたいと思います。ありがとうございましたっていう動画も撮ってるんですよ、これ今。